新緑の朝風を駆け抜ける郡山シティマラソン大会が開かれました。今年三十回目を迎えた大会には。県内外からおよそ四千五百人がエントリーしました。開会式で品川市長は。皆さんが無事に到着することを願いますと。参加者を激励しました。今年はハーフマラソンが四年ぶりに復活したほか。 新型コロナの感染防止で制限されていた声出し応援が可能になりましたランナーたちは青空の下沿道からの応援を力にしてゴールを目指していました緊張したけどと1取れて嬉しかった2人で走るのは初めてだったんですけどもいい思い出ができたんで嬉しかったですやっぱ声援があって 本当に力になりました。はい、嬉しかったです。また、大せ地区ではコース脇にひょっとこ姿の地元愛好家12人が集まり、ランナーたちに声援を送りました。明日8日から新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類になりますが、保健所では引き続き注意を呼びかけています。 五類感染症を移行に伴い、検査キットの無料配布や検査費用の公費負担は終了し。医療費は公費負担が縮小されます。また、濃厚接触者の行動制限がなくなり、5日間の自宅待機もなくなります。行動制限はなくなりますが、新型コロナウイルス感染症そのものがなくなるものではありませんので。今後も市民の皆様におかれましては。 感染対策に十分ご留意いただき、発熱などの体調不良時は、必要に応じて医療機関への相談・受診をお願いします。発熱などの症状がある人の相談窓口は、明日から県の相談センターに一本化されます。新型コロナの5類感染症移行に伴う変更点について、詳しくは郡山市のウェブサイトをご覧ください。 郡山カルチャーパークでゴールデンウィークイベントが開かれ、親子連れで賑わいました。郡山カルチャーパークの遊園地、ドリームランドでは、3日から今日までキッズウィークとして親子で楽しめるイベントが開かれました。園内に隠されたキーワードを集めると景品がもらえる園内探検や、g a c くん、音符ちゃんと一緒に写真を撮れるイベントを

先月から誕生月の小学生以下の子どもを対象に、アトラクションに1日乗り放題のバースデーフリーパスをプレゼントしています。